てこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今？ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。今の力を試すにはうってつけだね。シッシッシッ、逃げるぞ。ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。こっちには何があるの？私だってやるときはやるんだから。やる気、俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。撃てんじゃねえか。みんな怪我はないか？これで元気になるぞ。肩慣らしといくか。行くぞ、トラッカリ。行くわよ、サイクロンテンポ。俺の出番か。固めの髪にしてやる。もっと強くなる。こんなとこ。私の予報、成長時。よし、かかってこい。アルポイント。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。さあやるわよ、ミラージュ。肩慣らしといくか。行くぞ、鬼。これで元気になるぞ。俺が相手だ。ゴムゴムのブレット。行くわよ、サイクロンテンポ。何？場所、キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は。まあ日焼け止めみたいなもんだ。
これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前、そんなものいつの間に。いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ。手持ちを確認したらすぐに作ってやる。イビってどんな人なの？イビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。イビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたいだけど、仲間って何？お、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。それよ、こいつで。よし、宴だ。乾杯。さてと、行くか。俺に任せろ。おお、なんだここ。さっさと片付けるわよ。ルイ、お、ショウガ、ゴムゴムのガトリング。これだ。悪いが、加減するつもりはねえ。行くぞ。三刀流を三千世界。運ぼれはねえが。任せろ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。行くぞ。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。だぞ。アンポイント確定。ロゼオン。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。さあやるわよ。行くわよ。な、ありがとう。マリモのやつには負け。俺がちょ。
怪我は俺が治してやるぞ。あいつさーてと、ゴムゴムのガトリング。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。三刀流王三千世界。サンダーボルト。何？ありがとう。少しはお役に立てたかしら。俺強くなった気がする。でも技のキレが。おらよ、おら。俺に任せろ。そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。
いや、身がねえ。あ、ルフィ。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって怒ってる。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。でさ、ごめんね。食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。少し先まで行きゃはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃいいけど。元の場所に戻ってしまったようね。ナビバードが示してくれる方向をよく見ましょう。
なんか言ったか？なんでもない。行くぞ。やっぱり綺麗。リムは鳥が好きなのね。そんなことは。この割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにして嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所だな。今の力を試すにはうってつけだな。ゴムゴムのガトリング。俺だって戦えるんだ。どけ。何やろうっての？サンダーボルトランパー。刃こぼれすら己の恥。たつまし。それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。シッシッシ、そうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。行くぞ。よし。お、そろそろ出口なんじゃねえか。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。でもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。あ、そうだったか。この野郎、取り返せ。こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。サンダーボルトランパー。そっち行け。トラック。キープ。これで大丈夫なはずだ。こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。サンダーボルトランパー。これで元気になるぞ。ぶっ飛ばしてやる。
一刀流シッソンソン。サンダーボルト。よし、行くか。これで大丈夫なはずだ。ありがとう。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル。舐めないでね。こう。ザンダーボルト。これで大丈夫なはずだ。うわ、ありがとう。お、任せて。よし、行くか。そこを行け。こいつ強えな。ゴムゴムのガトリン。サンダーボルト。もうダメだ、限界だ。うわ、死にがいがありそうだ。タツノシ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう。行くぞ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレット。行くわよ。ぶっ飛ばしてやる。これで元気になるぞ。一刀流シッソンソン。強えな。ゴムゴムのブレット。全員力が戻ってきた。私の予報成長。
ってるぞ。気にすんな。ナビバードのやつが先に飛んでなけりゃ、食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。ヒヒヒ、でも腹減ったら起きんだろ。無理よ、心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。それでこの先はどっちに進めばいいんだ。2年前の記憶はほとんど役に立たないし。ん？あんたたちどうかしたのか。俺本当にちょうどよかったわ。私たちレインベースを目指してるんだけど、どっちに進めばいいか教え。へえ、ということはあんたたちこの辺は初めてみたいだな。そうかそうか、なるほどなるほど。いやあんたたち、最初に会ったのが俺でよかったな。どういうことだ。この辺りは悪い砂族の縄張りでな、砂漠に慣れてない奴はあっという間に奴らの餌食に。俺たちのこと呼んだかい。出た！砂族だ！早速かよ。あんたは後ろに下がってな、こいつ。俺の多彩な変形で見せてやる！サンダーボルトだ。勝負だ。ゴムゴムのガトリンだ。鬼まだだ。俺だって戦えるんだ。どけ。これだ。悪いが加減する。刀の錆びにしてる。なに、やろうっての。待ちなさい。やるぞ。くらえ。
ゾロ。ま、こんなもんか。シュシュシュ、カクタ。ん？おい、さっきの男の姿がねえぞ。あら、私たちの水と食料もなくなってるわね。ちょっと、どういうことよ。ひょっとして砂族の仲間がどっかに隠れてて、俺たちがこいつらと戦ってる間におっさんともども。みんな、食料の匂い東に続いてるみたいだぞ。よし、取り返しに行くぞ。俺の飯。ブーイ、そこはみんなのだろ。砂浜ね。砂浜？お前、砂漠を知らねえのか？こんなに大きな砂浜は見たことがないわ。あ、テントがある。この砂浜、どこまで続いてるの？いや、だから砂浜じゃねえって。飯やねえかな。僕に店なんてないわよ。またそれ、食いしん坊ね。あそこにいるよ。ところであいつ何してんだ？
らここまで来やがったのか。いや、普通来るか。こいつ何をブツブツ言ってんだ。私たちの顔を知ってるってことは、間違いなく水と食料を奪った砂族の仲間みたいね。違う違う、俺あいつらの仲間なんかじゃ。いや、言っても無駄だよな。なんか妙に物分かりがいいわね、こいつ。よし、じゃあお前らとりあえず戦うか。結局戦うのかよ。いけるか。ゴムゴムのガソリンだ。まだだ。いかねえよ。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。アームポイント。まずいわね、こいつ。ザンダーボルトレット。勝ったけど、結局ここには水も食料もなさそうね。おい、お前飯どこだ。俺がお前らに教えるわけが。いや、話した方が身のためだよな。これ以上。こいつ意外と余裕あるな。お前らの水と食料ならボスが西のアジトに運んだぜ。西？どういうことよ。私たちが追いかけてきた方向と真逆じゃない。ボスは途中で進路を変えたのさ。たまにお前らみたいに追っかけてくるやつがいるからな。うん、俺たちがここら辺にいたのは目くらましってわけだ。やられた。完全にはめられたわ。ルフィ、みんな急いで西に行くわよ。おう。任せろ。間違いない。
食料の匂いはやっぱり西の方だぞ。やってやるぜ。なんかヤバそうな場所だな。俺は化け物強いんだ。肩慣らしといくか。鬼俺死ぬのかな。これで元気になるぞ。ありがとう。ザンダーボルト。あいつ、なんかしてくるぞ。こんなところで。ゴムゴムのガトリンガー。俺に任せろ。一刀流シッソンソン。サンダーボルトランパー。刃こぼれすら己の恥だ。一刀流シッソンソン。熱い。ほれ。何。ありがとう。ボス、うまくいきましたね。スナッハッハッハ。ああ、バカな連中だ。きっと今頃砂漠の東で途方に暮れてるだろうさ。なあ、お前はさっきの。忘れてたが、そういやいたな。どスナッ、てめえら、なんでここに。そう、一般人のふりをして私たちを油断させて、隙を見て水と食料を奪っていったのはあなた。スナファルは。だったらなんだ。言っておくが、水も食料ももう俺たちのもんだぜ。砂漠ではな、騙される方が悪いのさ。そんなの知るか。飯を奪ったお前らは許さねえ。ボス、こいつらの相手は俺たちだけじゃ。すなわわかってる。こういう時は用心棒の先生だ。というわけでお願いします。先生、先生。おい、見ろあそこ。
ずいぶん変わった先生ね。油断すんな、来るぞ。見ろあれ、本当だ。バカだな、よく見ろ。あんたたち真面目にやんなさいよ。ルフィ、食料を取り返すんじゃなかったの？おお、俺の飯。よし、行くか。三刀流オン三千世界。まずいわね、こいつ。ザンダーボルト。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレット。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。アームポイント。どうした。ビビってるね。よし、行くか。三刀流オン三千世界。ザンダーボルト。肩をつけるとするか。一刀流シッソンソン。一刀流シッソンソン。ぶっ飛ばしてやる。なんで私だ。行くわよ。なかなかやるわよ。どれどれ。
いただき。俺だって強くなったんだ。いけるか。そこに行け。するか。一刀流シッソンソン。俺の方がいい調子だ。そんな先生がやられちまうなんて。なんだ、てめえは戦わねえのか。俺が砂族のボスをやってられたのは先生のおかげだった。それだってたまたま先生との交渉がうまくいったからで、俺には戦う力なんてこれっぽっちも。いいからお前、俺の水と飯返せ。みんなの飯な。スタッフ、今すぐに。これでもういいですよね。ほら、奪ったものはすべて返しましたし。よくないわ。私たち結局レインベースにどう行けばいいのか聞いていないもの。そうでした。でしたら、ここから砂漠の方へ戻っていただきますと、ボーンブリッジキャニオンへの入り口がありましてですね。レインベースに行くにはまずそこを通って岩山を越えていただく必要があるかと。そう、わかったわ。とりあえずボーンブリッジキャニオンを目指せばいいのね。はい、さようでございますです。それでは皆様、良い旅を。ちょっと待って。まだ何かご用で。私たち、あんたたちに散々迷惑をかけられたのに、このままお別れってのもなと思う。と言います。あんたたちが悪どいことをやって溜め込んだお宝を私たちに全部よこせって言ってるのよ。スナフー、そんなどうかそれだけは。あら、カレン、ショックのあまり気絶したわね。はあ、まったく。よくこれで砂族のボスなんかやってられたわね。でもいいわ、ここは砂族のアジトだもの。お宝の隠し場所もどうせこの辺に決まってるわ。さあ、早速探すわよ。いいから、ボーンブリッジキャニオンを目指そうぜ。
ってやるぜ。あ、私のお金、私の出番ね。そんなことね。どうすれば。おう、あ、待て待て、くそ、ぐらー、肩慣らしといくか。刀の旅にしてやる。狙うならあっちにしなさいよ。サンダーボルトだ。俺だって戦えるんだ。なんだかヤバそうね。ゴムゴムのガトリンガー！これからだ。力が入るね。これで大丈夫なはずだ。ありがとう。おう、はいね。ゴムゴムのガトリンガー！よいしょっと。こんなところで。サンダーボルトガー！まだだ。修行にはちょうどいいな。一刀流。シッソンソン！まだだ。覚悟しろよ。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。これ食べて元気出して。任せろ。
食え。助かった。俺がまとめて相手してやる。一刀流、いよい。シッソンソン。まだだ。次はないわよ。これで元気になるぞ。ありがとう。おガッ。サンダーボルト。これからだ。もうダメだ、限界だ。これで元気になるぞ。俺に任せろ。鬼覚悟しろよ。ゴムゴムのブレッド。そこに敵が。背中の傷は剣士の恥だ。ポイント国勢ヨーゼオン。まだだ。行くぞ。ゴムゴムのブレッド。行くわよ。俺の仲間に手だ。あたしの番ね。任せて。こんな。何？はい。おかしいだろ。おいおい。
のカラフルなのはキノコ？ずいぶん大きいわね。よし、あなたの体、変わってるのね。ん？なんだこれ？綺麗だな。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。ウソップが変な亀裂に吸い込まれた。ウソップ、どうなってるの？ヒスタリアに吸い込まれたのよ。ヒスタリア？ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。このメモリアは思い出の世界。でも、記憶は曖昧なもの。だから、どうしても歪みができて、このメモリアとは別の、ヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうの。じゃあ、ウソップはそのヒスタリアってとこに飲み込まれちまったってことか。ええ。おい、リム！ウソップは無事なのか？多分。でも、記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は誰もいないわ。行くぞみんな！ウソップを取り戻しに！ここがヒスタリアか？さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだ！ウソップ！残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん？君も来たのか？いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまり行けなかったってどうして？どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれたものだけみたいね。それってみんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ？記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ！ここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ？俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする？じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよ、ゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だ。え？迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おいおい、チョッパー。なんだ、
どうかしたのか。向こうで何か戦ってる。え？あ、この匂い、ウソップだ。行くぞ。妙にガランとしてやがる。なんだ？こいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ？草の化け物にやられたんだ。草の化け物？母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ。今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助けて。僕を守るために向こうで戦ってくれてる。長鼻のお兄ちゃん、ウソップだ。行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとし、うん。ウソップ、今行くぞ。いた、ウソップだ。ウソップ。ん？チョッパー、ゾラ、お前が来てくれたのか。おほほほ、俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。覚悟しろ。竜巻。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。アームポイント。俺の出番か。悪くね。ウソップ、無事でよかった。ま、当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それよりここは一体何なんだ。いきなり変な亀裂に吸い込まれちまってよ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパー、説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つければここから出られるんだな。うん、リムはそう言ってた。鍵か。しらみつぶしに探すしかねえか。そういや、さっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたな。そういや、あの光ってたやつ、記憶のほつれにそっくりだ。
あの坊主が鍵だってのか。それは分からねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんこそ無事だったんだね。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士。あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところで、お前、その頭の上にあるのって、え、何のこと。その浮かんでる輪のことだ。分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからねえぞ。そうだ、俺、薬草を探さないと。早く。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光の輪、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたのお兄ちゃん。いや、なんでもねえ。それより薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。本当？ありがとう。聞いた話によると、薬草はこの辺りにあるはずなんだけど。手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれねえ。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパー。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ行くぞ、お前ら。あ、うん。なあ、みんな。どうした、チョッパ。もしかしてもう薬草を見つけたのか。あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。確かに妙な力の流れを感じたな。言われてみれば俺も感じたな。まあ今は薬草探しに集中しようぜ。まずはそっからだ。そうだな。見つけたぞ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せ。このガキ、その薬草をよこしやがれ。じゃあ大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。仇じゃねえな。おい、おっさん、そいつの手を離せよ。先に。いや、なんだてめえら、引っ込んで。おい、お前ら。こい、やる気みてえだな。
坊主、今助けてやるからな。俺が相手だ。アームポイント黒点ヨネオ。みんな、刃こぼれすら己の恥だ。一刀流、いよい。シッソンソン、まだだ。何が起きてももう動じねえ。射水返るぞ。俺がまとめて相手してやる。これだ。もらったぜ。殺まだだ。俺の多彩な変形点、アームポイント黒点ヨネオ。まだだ。悪いが加減するつもりはねえ。一刀流、いよい。シッソンソン。はく。俺の体は、坊主、あれ、あいつどこ行ったんだ。助けてー。うるせえ、おとなしくついてこい。あいつら坊主ごと薬草を持ってきやがった。おず、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かな、あいつ。とにかく後を追うぞ。の、もう追いついてきやがったのか。諦めて坊主を返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。嫌だ、母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ。なら交渉決裂だな。待て、そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんな、ウソップ。あいつは一人だ。何かする前に俺が切る。一人だ、スナッファッファ。はた、俺にはな、心強い用心棒の先生がついてんだよ。あ、用心棒の先生。なんかこのパターンさっきも。てめえら覚悟するんだな。あの笑い方、それにこの展開、あいつさっきの砂族のボスと何か関係が。いいから構えろ、食われても知らねえぞ。では先生、やっちまってください。一体どうしまったんだ。なんだか力が湧いてきやがる。あ、俺もだ、ウソップ。理由はわからねえが、確かに力が溢れてくるな。あのトカゲには悪いが、少し試させてもらうか。そうだな。あう。
準備はできてるぞ。行くぞ、ゾロチョッパー。おい、トラ黒天ウソップ、やれ。おお、バリア、俺たちの力見せてやろうぜ。行くぞ、ゾロチョッパー。おい、トラ黒天ウソップ、やれ。おお、バリア、死にがいがありそうだ。行くぞ、一刀流、いよい。シッソンソン、よし、行くか。きっちり型をつけるとするが、刀の下げにしてやる。誰か早く止血を。アームポイント黒天ラスト。死にがいがありそうだ。これで大丈夫なはずだ。キル！お前を倒す三段はつけてきた。必殺早くぼし。俺から行く。よし、行くか、一刀流、いよい。シッソンソン、死にがいがありそうだ。刀の下にしてやる。相手が強そうだからって逃げ出すわけには。射出煙星。俺だって強くなったんだ。くらえ、トップグリーンの多彩性。昔は今やす、すごー。そんなサンドラオオトカゲの先生が。おい、スノホ、まだやるか。許してください。ボス、大丈夫か。うん、ありがとう。お兄ちゃんたち、母ちゃん大事にしてやるよ。うん、じゃあ俺行くよ。本当にありがとう、お兄ちゃんたち。ウソップ、ゾロ、チョッパー。
無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったが、あれは…俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。リム、なんだかわかるか？多分だけど、あなたたちの中にあったつながりのようなものじゃないかしら。つながり？記憶とともにそういったものも奪われることがあるみたい。私にはよくわからないけれど。つながりね。よくわかんねえ。リム、記憶のほつれはまだあるのかしら。ええ、きっと。それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由かよ。